ウソッキーは木じゃないんだよ。ウソッキーを元気にするため、水の波動が使えるポケモンを連れてきてくれよ。言うことを聞かないな、お前は。さあ、ってことで、え？どこだい？36ベースに。んで、私がさ、受け取った、迷子のやつはどこやったんやっけ？迷子の警備隊、原野へ。黒曜の原野、ここは一体どこ？あ、ここではないってことか。なるほどね。ちょ、一旦これ見に行ってみる？新しい依頼。もうとりあえずね。あ、あれか。この人や。ひとしきり新しい依頼をめちゃくちゃ受けていく。玉ざらし、どうした？何？転がり落ちたの？君、いいところに来てくれた。連れの玉ざらしを助けてくれ。愛らしいまん丸ボディのせいで、坂から転がり落ちちまった。この先の列石峠とゴロゴロ山頂は危険なポケモンばっかりだ。君は噂の調査隊だろ？頼む、玉ざらしを探してきてくれ。サブ任務87、コロコロ玉ざらし。かわいい。玉ざらしね。さあ、どこかしら。どのあたりだ、玉ざらし。ああ、ここか。嫌な場所だ。やめてくれよ。嫌な場所だな。あ、君だね。いた。玉？かわいい。てか、でかい。ちょっと待って。さらに落ちていくんですけど。おいおい。捕まえろよ、私。どこ行った？どこ行った？あ、いた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 。いたよ、玉ざらし。玉？だから、今捕まえろよ。振り向くまで待たなくていいよ。なんだ、どこまで落ちていったんだ？どっちだ？なんかゴローニャが、あ、待って、灯火あった灯火。これゲットしとこう。よし。このエリア残り9個。いやー、助けてー。あ、いた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 。いたよ。捕まえろって。タンマ。おいー。え、どこまで落ちていくの、マジで。てか、落ちていくのめちゃくちゃゆっくりやな。どこだ、どこだ、どこだ。あ、おった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 。もうこの先転がり落ちるとこないやろ。私が落ちよった。たま。なんだ、どこ行くんだよ。玉ざらし？こんなところまで転がったのか。え、自分で追いかけてきたってことは私関係なくない？来なくてよかったんじゃね？君がここまで玉ざらしを送ってくれたのかい？助かったよ。え？お礼をさせてくれ。山頂ベースで待ってるよ。玉。なんかお礼言われたけど。お礼言われるようなことしてなくね、私。見つけんな。私を見つけんなよ。とりあえず逃げて、ポケモンの手のじゃないわ、目の届かないところに行きたいです、私。そう、次から次へとポケモンが。もう大丈夫そう？山頂ベース。よし。んで？あ、あそこか。結構遠かったね。またここまで戻ってきたんか、君。自分で降りていったらよかったんじゃない？君のおかげで、怪我一つない玉ざらしと再会できてよかった。これは僕からの礼の気持ちだ。あざす。これからは気をつけないとな、玉ざらし。いないですけど？あれ、玉ざらしがいない？たむたむ。あーね、落ちてったよ。うわー、玉ざらしー。
解決したんですよね。解決したってことでいいんですよね。全然また新たな事件が発生した気がするけど。まあ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 、私は去りますよ。さあ、別のサブクエを求めて。あ、ノズパスね。はい、一旦帰ります。んで、違う違う。もっと早く走れろよ、おい。まだ受けれるやつあったよね、掲示板で。よし。あとどれぐらいあるかな。EV の進化先。EV の進化について建築隊佐野さんから依頼があります。まずは話を聞いて調査に当たってください。EV の進化系さ、なんか増えすぎてもうわけわからんのよね。だって一番最初からめっちゃ多かったやん、EV。それがもうさらにどん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 多くなっとるけんね。え、建築隊の園さん、どこですか？え、これもあれか？旅立っていかねばならん感じか？うん、向かいますか。この村の中でもうちょい普通にダッシュができるようになるか、普通にアイア自身乗れるようにしていただきたい。これかな？いや、でもこれはあれか？ちょっと待って。任務リストで、違うサブ。どこやねん。あれ？うん、どこ？あ、これか。EV の進化先。はい。あ、ここやん。よかった。全然違うとこ向かって行きよった。普通に村の外に旅立っていくところやったわ。え、なんかさ、あのチリーのやつ、やっぱり電っていうのは時間帯が違うってことよね。じゃないとさ、もうこうやってめっちゃ出よるのにさ、他のやつは。チリーの場所だけは分かっとんやけどな、普通に。どうした？どこじゃ？うおー、どこに行ってしまったんじゃ。聞いてくれ、調査隊。ことぶきマフィンで仲を深めた EV がいなくなってしまった。進化について相談したかったが、EV がいなくなっては話にならない。頼む、EV を探してくれ。行き先の心当たりだが、そういえば本部で働く連中がよく EV の話をしていたな。え、何？盗まれたってこと？いなくなった EV を探す。本部っていうのは銀河団の？とりあえず銀河団本部に向かいますか。EV、EV。てか、あんなところで大声出して、ね、黄昏れるより動けばいいのに。どこですかね。本部。EV、EV。あれ多分ずっとさ、あのおじいさんのところにマークがついとんやと思うんやけど、やめていただきたいな。全然いませんけど。下は？こっちはいなさそうか。この辺は、EV やー。え、こっちもいなさそうですけど。ですよね。え？え？誰かに話を聞くとかいうことでもないよね。ハオファさんも違うやろうし。本当なら対価を求めず新商品を卸したいが、大差を許したようで勘に触ってたな。お主は純白の糖度へ出向くよな。砂浜大根を3つ取ってきてくれんか。あ、そっか、今回はここから直接受け取ったんやっけ、依頼。
いや、そうじゃなくてさ。そうじゃなくてさ、あの、イーブイをですね。え、この上とかは、この上ってもうそこし、あ、そこしかないことはないんか。ブラッキーおる、ブラッキー。ブワ？イーブイ？イーブイではないけど、なんじゃ、イーブイではないのか。どうやらここにもいないようじゃな。しかし、そやつからなぜだかイーブイの面影を感じる。いやいや、しかしそんなまさか。ブブユ。もう進化してしまってるじゃないか。なんじゃ、腹をすかしてるようじゃな。調査隊、こいつのためにことぶきマフィンを作ってくれ。頬張る様子を見れば、面影が気になる理由がわかるやも。ことぶきマフィン。ことぶきマフィンってどうやって作るんですっけ？教えてくれよ。教えてくれよ。あ、この場所で作れるっけ？違う。クラフトキット。ことぶきマフィン。え？あ、これか。何が足りん？全部足りんやん。びっくりするぐらい足りんやん。え、待って、これさ、そこで売りおる？売りおらんとしたら、まあ、また冒険しおるうちに拾ってくるということに。売ってますかね？どうも。クラフトの材料。生き生きな方。何個必要やった？ 4 個とかやっけ？2つやった。あれ待って、イケイケ稲穂今買ったよね。なんで、あ、違う。あれ、ボックスの中に8個あるってことが。それであるやん。ってことは全部あるんやないん、これ。取り出せばいいってこと？ちょいちょい。買う必要なかった。全然なかった。ちょ、待って。道具。道具を取り出させてください。とりあえず、いきなほ。え、ちょっと待って。どれかいらんやつ。黒の奇跡。これ何？進化に使うやつかなんか？ 2 個やったよね。んで、粘り玉。え？スイートトリュフ。違う。え、あと何箇所ぐらい開ければいいんやっけ？違う。これクラフト台やった？違う。これ別にクラフト台とか関係ないっけ？で、あと必要なポフの実2の寄せ玉の元1。ポフの実。寄せ玉の元1。ポフの実。え、これで以上？あ、作れる。よし、ことぶきマフィンゲット。作れたよー。何気に私、ボールとかもさ、全部もう、お金で買いよるけんさ、クラフト全然せんのよね。上やったっけな。3階よね。え、ここか？あ、ここやわ。イーブイの面影を感じる。こやつにことぶきマフィンをあげればどうなる？どうぞ、ことぶきマフィン。ブブユ。ことぶきマフィンを1個分けてやってくれんか。はい。どうぞ。ブア。
この頬張りよ、まさにイーブイの面影そのもの。もしやイーブイなのか。夜に進化したらブラッキーなんやっけ。ブラ。のー、会いたかったぞイーブイ。サブ任務52、イーブイの進化先達成。まさか自力で進化するとは。そういえば石がなくとも進化できると博士も話していたような。うん、イーブイのために用意した進化の石だが使い道がなくなったな。お前さんに進呈したいがどれがいい。え、水、炎、雷。なるほど。正直どれ、全部欲しいけど全部欲しいけど、とりあえず雷もらうか。一応紹介に通い詰めて買い集めた貴重な石じゃ。あざーす。アイノは雷の石を手に入れた。雷の石、ある特定のポケモンを進化させる不思議な石、稲妻の模様がある。めっちゃドアップなんやけど、びっくりした何事かと。え、私ピカチュウ持ってなかったっけ。ねえ、ピカチュウ進化させてライチュウにしたいよね。かピカチュウってさ、あれじゃない、どの段階でも可愛いよね。ピチュウも可愛いし、ピカチュウも可愛いし、ライチュウも可愛いと思うよね、私。お水をあげればいいのです。荒地ベースにいくら解放しても元気が出ないウソッキーがいるそうです。村人の育太郎さんから話を聞いて調査に当たってください。え、ウソッキーにお水あげちゃいかんくね。やけん元気がないんよ。解放の仕方が間違っとんやって、それ。なんならちょっと効果は抜群だって感じになっとんやないん、やばいよ。どこって言った？任務リスト。荒地ベース。向かいますか。ゴー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 。めちゃくちゃいい感じでサブ任務、どんどん解決していきよるね。ここですか。荒地ベース。んで？あ、この人か。ウソッキーのことだよな。君待っていたよ。まずはあのウソッキーを見てくれ。うん。しょぼくれてるね。元気がないみたいだから木の実をたくさんあげたんだ。お、アピールしてきてる。でもたくさん食べるくせに元気にならなくて、不思議だろ？きっと水が足りてないんだよ。だって木みたいななりをしてるだろ。ウソッキーは岩タイプなんだよ。だから水の波動って技で水を浴びれば元気になるよな。違うのでは。違う？でも木に水をやると喜ぶぞ。ウソッキーは木じゃないんだよ。ウソッキーを元気にするため水の波動が使えるポケモンを連れてきてくれよ。言うことを聞かないなお前は。水の波動が使えるポケモン、コダック。いやー、ちょっと絵面的にな、もうちょいなんか。誰にしよっかな。誰でもいいんだけども。可愛い子がいい。あ、じゃあもうあれですね。ネオラントにするわ。よし、ウソッキーを元気にできるぞ。思いっきり水を浴びせてあげてよ。うわー、かわいそうに。仕方ない。効果抜群だ。嘘。あー、かわいそう。死ぬよ。おっと、戦闘に突入した。これはあれですかね、普通に倒してあげていいんですかね。ということはインファイト。いや、容赦ない。容赦ない。オッケー、いいの。私ウソッキー捕まえとるしな。嘘。もしかして水が好きじゃないのか。嘘。そうか、悪いことしちゃったな。ごめんよウソッキー。嘘ソン、君にも悪かったね。良かれと思ってやったことだけど、ウソッキーのことを知らなすぎた。俺みたいなやつのためにもポケモン図鑑を作るって仕事頑張ってくれな。サブニーム36、お水をあげればいいのです。達成。